はい、完成です。まず一つ、焼肉バーガはい、2個目完成です。チキンカツバーガー。はい、今からね、ちょっと、蒸し見に行くんでね、まあ、これ夜食として持っていこうと思います。こっちはね、牛肉とホルモン。焼肉ソースのタレで焼いてみました。まあ、からし風味ですよね。焼肉からし風味。で、こちらが、チキンカツとバジルソースを入れたんですね。あのチーズの入っている。だからバジル風味。2種類、持っていこうと思います。まあ、これを食べるんじゃなくて、虫がいるかっていう目的なんですけどね。途中でお腹空くと思うんですよね。だからまあ一応これ持ってきます。さて虫がいるから楽しみです。それでは行ってみようと思います。ちょっと、今ね9時半ぐらいなんですよね。まあ真っ暗ですね。月が出てますが、ちょっと行ってみようかと。まあ、まず家の近くの1本目、去年はねそこはカブトムシがすごくブンブンしてました。まあ今年どんな状態か、まだ今年1回もそこ行ってないのでね、ちょっと見に行ってみようと思います。お、先客がいてますね。先客が撮ってますね。いてます？クワガタ？いないっす。いてないっすか？メスが一匹いた。だそうです。いてないそうです。なので来てるんですね。びっくりです。こんなコロナの最中に。家族連れで来てるもんです。まあ僕も夜食持って来てるんか、僕の方が終わってかもしれませんが、今ね次の場所行ってみようと思います。
はあ、じゃあね、一本がやばいね、三つ葉もらってちょっと、一番すっごいやばい、一番見えるのがすぐそこ。マジでまだいてる？いや、もう取り切った、散々蹴った、ちょっと見てみましょうか。分かった、ちょっと行ってみます。え、開いたとこおれへんの？いや、多分本当いる、コクワがいるわ、コクワが一匹いますわ。落ちた。え、これ似てんの？はい、これ蹴ればまだワンチャン、うん、半端なかったね、一回切ってみる、やってごらん。うーん、嘘、奥にも歩きちゃうんだよね。もう行けんね、この木であれば、はい、そうじゃないとこれ、ね、あね、この木であれば、こっちの子、みんなこっち、次のとこ行く？次のとこ行きますか？いや、撮ったの見せて。今その一本だけ。カブトか。クワガタ？あ、無理。いたぞ。このカブトとか結構でかいのいてるね。めちゃめちゃでかいでしょ。お、しあ、人が。え、平田とか、宮山いてないの？これ。これは、いてもいくわ。さっき話したね。宮山、入山平田持ってはいますね。よっぽど運が良くないです、多分。大久保いてんの？大久保は、取ったことあるって言ってましたね。自分は、残しかないんですよ。ああ、そう。へぇー。ね、なんか説明についてた。そうなんですね。わかりました。どうも。ありがとう。っていうことですね。ちょっとね、結構ね、みんな来てますね。はい、実際ちょっとこれやばいかな、やられてますね。行くとこ行くとこ、やっぱりこの8月に入った瞬間みんなやっぱり来るんですね、鳥に。びっくりです。まあ僕は僕で、僕の場所があるんで、ちょっとそこ行ってみます。でもイベント、僕はいるらしいですね。でもミヤマはめったにいないですね。平田も撮ってないしな。その辺、僕はしかおれへん。その辺ちょっと探してみようかなと思って。まあ、ここ彼たちもなんか次の場所行くとか言ってたからね。まあハンターですね。同じハンターです。僕もハンターですが、ちょっとここはさすがにさっきの子たちも来てないんでしょう。ここは僕トラップ仕掛けてるんで、ちょっと見てみます。あの兄ちゃんあんなとこ行ってるわって多分後ろで見てるんでしょう。あんなとこおるわけないって言ってるんでしょうけど、行ってみます。いないなぁ、いないなぁ。蹴ってみますか。やばい、いない。で、先やられ、先にやられてる。先にね、もう食べます。お腹すきました。まさかね、行くとこ行くとこクワガタハンターに出くわすとは思いませんでした。びっくりです。僕だけかなと思ってたのに、ハンターは結構いてるもんですね。畜生。まあ、いいです。他のクワガタハンターには、こんなバーガー持ってクワガタ通り行けないですよ。僕は行けるんです。そこが違うんです。皆さんとは。僕のクワガタハンターは、どっちかというと、こっちがメインになってます。いただきます。うん、うまい。これ牛肉バーガーなんですけどね、これあのホルモン入れてるんですよ。ホルモンで、ホルモンのしびれた油で牛肉を焼きながら、なおかつ
焼肉のタレを入れてます。もう濃厚、こんな10時過ぎに濃厚、うまい、やっぱうまいですよね。うまい。これね、もうはちょっと欲張りなんでね、次の半分ちょっと食べてみましょうか。こっち食べてみましょうか。これチキンカツジェノベーゼソースバーガー、いただきます。うまい、これはうまい。こっちの方がうまい。こっち好きかな。あっさりしつつチーズが入ってるのでかなり美味しいです。ほら、結構ジェノベーゼソースが効いて、これ美味しい。これ売れるかもしらん。うん、これじゃ、これもしかしてハンターの中で入るかもしれない。クワガタハンターの中で、これでもし僕がオークワ取ってたら、もうオークワも取ったし、オークワ取ったらこのチキンカツバーガーを食べるんだよとか言ったら、それどこで売ってるんですかっていう話になると思うんですよね。これうまい。うん、うまい。今日はね、まああともう一箇所行ってみるんですが、そんなことよりまあこれだけみんな取りに来てるんですね、やっぱり。まあ楽しいです。夏はやっぱりこう、夏は夏でこういう遊びをしていくのも面白いと思います。僕は好きです。今日はまだ行きますがね、今日はクワガタハンターたちに乾杯。よし、それではもうこれをもうちょっと食べて次見に行ってみようと思います。帰りかけです。いてました。あそこ見えますかね。網持ってこれ、カブトですね。カブト僕ちょっとあんまり用事ないんでね。いてました。ちょっと小さいかな。カブトです。カブトです。